ここは真田宝物館の東側に位置するところです。殿町の一部ということです。ここは中の辻と言います。殿町の中の一つです。ここは旧樋口家住宅です。今江戸時代の室内遊び唐船橋の体験を行っています。これは点数はどのようにして決められるんですか？折った状態でここにあるんですけども、ちょっと見てください。あ、一番最低がね、はい、一点習い、これは当たらねえよって場合、花散る里って1点、はい、あ、カツンと箱当たるとマイナス1点、こつりしてね。なるほど、いろんな手があるんです。ありがとうございます。松代にはたくさんの民話や伝説が残されています。それが今紙芝居となってたくさんよみがえりました。今日は彫刻寺の鶴をお話を始めます。今から300年以上も前のことです。松代藩初代のお殿様真田信行のお玉屋が彫刻寺の中に建てられました。たくさんの紙芝居がよみがえっていますが、今日ここにあるのは白鳥の知らせ、白鳥神社に伝わるお話と、彫刻寺の鶴、先ほど読んだものです。それから玉依姫のお見事、伊賀の伊賀宮に伝わるお話が今ここにあります。今田中さんが松代日記の前で取材を始めました。
もともと今は全体を殿町と言います。殿町、はい、ここは中の辻と言います。殿町の中の一つです。ここは旧樋口家住宅です。今江戸時代の室内遊び東仙橋の体験を行っています。喋ると画面がね、一番最低が、はい、俺は取り行くことになってんだけど、これは当たるねよって花散る里って1点、はい、これも1点だな。触って立った場合ね、これ触って立った場合2点、これが並んだ場合だね、名が1点かね。毎朝細かく決められてるんですね。最低、最高はね、50点なんです。視察ばかりに来る人は、はい、と夢の東京体験してもらいたいって聞いたけど、な転ばしちゃう、あの枕を転ばすと、はいはい、マイナス2点。それは買えばだ。コツンと箱当たるとマイナス1点、コツリしてね。なるほど。いろんな手があるんです。ありがとうございます。初めて見ましたし、そう、はい、初めて、はい、これ やってみました。体験しましょう。やってないです。体験をしなきゃダメだよ。体験しとくれよ。ただ見たきりだよ。体験しますよ。見たきりやってよろしいかしら。見たきりこれ触ってください。当選挙でね、投げる扇の遊び。なんか江戸時代からね。手はなんて枕で、小腸、普段扇ね。持ち方は、利き指。右手利きですか。これ乗せて、上ここに乗せて、はい。乗せて、押さえる、はい。こうやっちゃうと投げづらいから、はい、押すように。押すように、はい、ね。それで、手、ここから出ないように。あ、これ、ここ、ね、それは、扇は下、下向け。下向けて、はい。目と、はい、目と、この親指と、この先と、はいはい、大稲の根元ぐらいで一直線になるようにして、はい、で押すようにして投げる、はあ、そうすると押すように一回伸ばして、あ、いかない、全然いかない、難しい、あ、はるかい、骨を上にしてね、はい、これ押す、これ、これ上向いてるでしょ、ここは見てるとこ、上行ってるとこ、はい、はい、そう、これで、ね、はい、乗せてください。手首見てるわかるんだ、すぐ手と押すように、こういうふうに、はいはい、やってみてください。あ、そこなら右行ったら今度左行くように。まだまだ 上投げてるよ、ここに上行ってるよ。左向けるように、今度左行くように。はい、こうですか。それで押して。あ、今はね、失速しちゃってこうなっちゃったよ。ここへ風が当たるように。最後ね、これやってると一日やってるようになっちゃうから。大手いっぱい伸ばしていいからね。伸ばして、はい。こうでいいですか。まあ、上行って、上向いてる、上向いてる。はい、手を伸ばして引いて、こうやってギュッとこう、うん、それちょっと引いて、あーさあさあさあ、もうちょっと上上がると落ちるわけで、すみません、もう一回だけ、もう一回、ごめんね、すみません、やっといて、そんなことやないで、このままちょっとこうに、こうに、うん、下を下を押してやる、あ、上上向いてる、こう、うん、ああしいな。難しい、でもありがとうございます。いいかな、押す、押します。はい。あれ、動いてるかしら。松代にはたくさんの民話や伝説が残されています。それが今、紙芝居となってたくさんよみがえりました。今日は彫刻図の鶴をお話を始めます。うん、今から300年以上も前のことです。松代藩初代のお殿様真田信行のお玉屋が彫刻寺の中に建てられました。そしてお玉屋のちょっとここで切りますね、あの時間的なあれでね、はい、ちょっと言葉を発しません、発しませんか、じゃあ私が発しちゃおう、はい
たくさんの紙芝居がよみがえっていますが、今日ここにあるのは白鳥の知らせですね。白鳥神社に伝わるお話と彫刻寺の鶴、先ほど読んだものです。それから玉百合姫の御事、池田宮に伝わるお話が今ここにあります。